じゃあそれでは行きましょう、はい、そういうコンセプトのもと第1巡目選手はどの選手でしょうか。皆さん1巡目選手希望選手をおかけください。さあおっと平野佳久キャプテンが悩んでおります。おもう決まっているのか。おもう決まっている感じですね。じゃあどうぞ受け取って。じゃあ、 今日は贅沢にもドラフトの声はですね、いつもバファローズの実況でおなじみヒーローインタビューでもおなじみの大前さんにお願いします。大前さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか入りにくいよね。そうですね、はい、僕ももう汗だくなんですけどね。さあやっていきましょう。決まりました。帽子取ってください。え帽子取ってください。いや、マスクで帽子取れないんですよ。え、マスタードさん。ケチャップです。ケチャップです。よろしくお願いします。さあそれではですね、平野佳久選手、馬の惑星レボリューションチームから第1巡目の選手を伺っていきましょう。それではやはりドラフトなんでトレイ風に読みたいと思います。第1回選択希望選手、平野佳久チーム、パンチョイト金子千尋投手、オリックスバファローズ。平野佳久チームはまず金子投手を第一順に指名してきました。おっと頭を抱えている坂口キャプテン。さあそれでは岸田チームの第一順指名を聞いていきましょう。第1回選択希望選手、岸田守チーム、金子千尋投手、オリックス。いきなりかぶってきました。いきなり金子千尋投手が、おっと大きく息をついた岸田キャプテン。さあそれでは平野啓一チームの第一順指名を聞いてみましょう。第1回選択希望選手、平野啓一チーム、糸井嘉男外野手、オリックス。頭を抱えていたのはダミーだったのか。さあこのまま単独1位指名できるのか。さあ坂口チームはどうでしょう。第1回選択希望選手、坂口智隆チーム、金子千尋。三球団が指名、オリックス。今ビジョンに映し出されています。いらない、いらない、いらない、いらない。ちょっと聞いていきましょう。もうこれでまず平野啓一チームは糸井選手がもう1位指名が確定になりましたけれども、はい、金子投手はなんで指名されなかったんですか。いや金子はちょっとやっぱり手出せない。糸井は出せます。そこ、はい、そこ糸井は大丈夫。糸井選手は出せる。糸井は大丈夫。金子選手出せない。金子ダメです。金子選手出せないということで、じゃあそれでは3キャプテン前に出てきてください。抽選を行います。さあ金子投手を第一順目に指名しました。じゃあ平野投手から聞いてください。岸田投手が、お左手で引きました。さあそれでは三キャプテンお開きください。ガッツポーズ坂口キャプテン。今日はバイト気分で金子投手がプレーをしてくれるということになります。今日は休みですもんね。そうですね、今いろいろ大変だと思うんでね。野球はおいやめてくれ。怒られる後で。また金子同士笑ってるからええけど、野球からちょっと離れたいから。野球同士ちょっと離れたいから、はい、じゃあ一番あの金子同士にとっては一番いいチームに入ったかもしれませんね。そうですね、もう好き勝手やってくれていいんで。僕そうですね、はい、さあそれでは糸井選手そして金子同士の第一順が決まりました。さあ平野佳久キャプテンそして岸田守キャプテンは外れ1位に誰を指名してくるのか。なんで相談してるんだ2人は。ドラフトだぞこの野郎。なんで相談してるんですか。さあそれではもう大前さんこっち来ていただいてもいいですか。じゃあ平野佳久キャプテンの第一巡指名を発表いたします。お願いいたします。参ります。平野佳久チーム、西勇輝。西投手です。おっと西投手が驚いた表情。
石田守るチーム、西勇輝かぶりました。投手オリックス。なんで今相談してたもん2人。いやおもろいかなと思って。お前ありがとうございます。お前いらないけどな。じゃあ抽選しましょうか。西投手的にはどちらのチームに行きたいんでしょうか。西投手そんなに馬面でもないと思うんですけれども。さあそれでは参りましょう。両キャプテンお開きください。交渉確定。いやそうになんで指名しといて。平野吉井さんチームに入団が決定しました。もう好きなやつ選んでいいかなって。好きなやつじゃなかったんですか。じゃあ岸田投手、はい、もうあの単独でいけるんで。わかりました。はい、はい、お願いします。はい、あのすいません、思いのほかここポンポン行くはずやったんですけど、選手ガチで選んでいます。選手が真面目に選んじゃっています。だってここ2人も真剣やもん。すいません早くしてもらっていいですか。口で言うたらいい。あ口で、あそうか、はい、もうじゃあ行きますよ、はい、ね一番このチームで謙虚そうな。ちょっと待って、ファミレスのオーナーみたいになってる。ちょっといいっすか、いいっすか、いいっすか、いいっすか。はい、大前さん、お茶、お店員ちゃうから。いや、大前さん大先輩やから。出し巻き卵さん、いいっすか。ケチャップや。透明。透明投手。透明投手が第一位に指名されました。透明選手、笑顔ですけど、ちょっと顔引きずっていますね。嫌なんかよ、お前。あ、でもペコペコしてますね。そうなんですよ。ペコペコしてますね。そうなんですよ。